とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。俺が少し前に紹介した裏技の別バージョンのやり方を教えてもらいました。ありがとうございます。それ知らなかったですね。皆さん、これ、ご存知ですか？弓を引いたままチャージしてます。で、この時に、ボウガンに変える。そうすると、どうなるかわかりますよね。こうなります。弓をシュパ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 やりながら、歩いたりできるようになりますね。なぜかこのシュパシュパやりながら、体が固まってしまう裏技です。で、これ、逆バージョンがいけるんですよ。最初にボウガンを打って、そこで硬直を、普通の弓に装備変えるっていうところですね。では、まずは、ボウガン、撃ってみましょう。これちょっと成功しないと思う。これね、ボウガン撃つのが、結構、シビアなんですよ。結構シビア。これもちょっとやばいかな。いや、できてない。で、成功しやすいのが、これ。爆発系の弓。これを装備して撃つと、成功しやすいです。撃った瞬間に、装備を変えてください。完璧かな？これ完璧かな？はい！成功です！シュパシュパせずに、この弓を構えてる形で固まってます。シュパシュパしません。はい。まあこんな感じなんですけどね。まあちょっとした裏技です。皆さん知ってましたか？はい。またね、なんかこういう不思議なことあるよっていうのがあれば、教えてください。もしかしたら俺も知らないかもしれません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。